こんにちは。富山カネです。富山都市保健所では、市民の皆さんが将来病気にならないように、健康教育として出前講座に取り組んでいます。この度、新型コロナウイルス対策のための外出自粛により、皆様にお会いできないことになってしまい、残念に思います。そこで、家にいることを活用して、家でできる健康づくりを目指し、動画配信をしていきたいと思います。笑顔は免疫力アップにもつながります。コロナに負けない体を作るためにも、こんな時だからこそ、笑顔で健康づくりを始めましょう。では早速、プロのトレーナーから、テレワークによる肩こり予防のポイントをお伝えしていきたいと思います。動画の最後にクイズがあります。回答していただきましたら、プレゼントをご用意しています。詳細については、豊中市保健所ツイッターで改めてお知らせします。これからも引き続き、市民の皆さんの健康を守るお手伝いになればと思っています。みんな、頑張ろうかめー。まずは首のストレッチです。両手を頭の後ろに置いて前に倒します。1、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり戻します。次は首の横のストレッチです。手を頭に置いて斜め下に倒します。1、2、3、4、5、6、7、8、反対です。1、2、3、4、5、6、7、8。次は肩甲骨のストレッチです。背中を丸めながら手を組んで前に押し出します。肩甲骨を開くようにします。1、2、3、4、5、6、7、8。次は胸のストレッチです。手を後ろで組んで肩甲骨を寄せながら胸を張ります。1、2、3、4、5、6、7、8。次は肘開きの体操です。両手を頭の後ろで組んで、肘を開いて、閉じます。開くときは、肩甲骨を寄せるようにします。閉じるときは、肩甲骨を開きながら、首を前に倒します。1、2、3、4、5、6、7、8。次は肘回しの体操です。指先を肩に置いて、肘を大きく回します。できるだけ大きく回してください。1、2、3、4。反対。5、6、7、8。次は肩甲骨と背骨の体操です。まずは手を前で組みます。前に押し出します。肩甲骨を開くように。次に肘を後ろに引きます。肩甲骨を寄せるようにします。1、2、3、4、5、6、7、8。